福竹哲彦は、福竹書店の創業者、教師。岡山市販学校卒業後、教職に就く。1935年、岡山県上房群大和村立山戸神城、高等小学校に教師として赴任。当時20歳であった。その後、県職員を経て、1949年、岡山市内に問題集などを取り扱う出版社株式。 会社富士出版を設立。会社は1954年7月20日に倒産する。その後、福武書店として、生徒手帳の印刷と年賀状の手本集を印刷し、富士出版時代の借金を返済。1955年1月28日、資本金50万円、社員6人で福武書店を株式会社化して再スタートした。1963年、 いわゆる通信教育である通信添削、新建ゼミ高校講座を始めた。その後対象を小中学校に拡大、全国模擬試験を手掛けるなど、福武書店を総合教育情報出版会社として成長させた。1974年、旧赤坂高等尋常小学校本館校舎を移設、保存する際には資金を提供した。1986年には、 真剣ゼミは、会員数百万人となり、通信検索業界のトップ企業となった。学術図書や絵本、雑誌など多方面の出版にも、業務を拡大した。美術品の収集が趣味で、20世紀前半にアメリカで活躍した、国吉野草の代表作百数点やるノワール、シャガールなどの名作を収集し、福竹コレクションと呼ばれた。 1986年4月26日、社内で執務中に倒れ、急性心不全のため、岡山市の坂木原従前病院で死去。去年70。福竹書店は、長男の福竹総一郎が継承した。ABCDEFGHIJK、福竹哲彦氏、死去100万人の通信添削、真剣ゼミ育てる。 朝日新聞1986年4月26日、東京有刊19ページ、日外アソシーツ現代人物情報、福竹書店社長に、福竹総一郎氏1986年5月25日朝日新聞東京長官。ありがとうございます。